なんだか、F 通時期戦闘機開発は、第6世代へと変貌しているような感覚にある。無人戦闘機やレールガン搭載など多岐にわたって、日本政府は開発を急いでいる。12式誘導弾改め戦闘機版も改良中。今回は、次期 XF9 エンジンの仕様を詳しく見ていきますね。イギリスのロールス・ロイス社と IHI とでの共同開発。実証機を先に開発するみたいです。楽しみですが、時間があまりないこれは、イギリスも同じことなんですよ。2021年12月22日にかねてより報じられていた、イギリスと日本との戦闘機用エンジン開発事業の共同実施が正式に発表され、日本の防衛省とイギリスの国防省が同時に来年2023年からの開始を表明した。これは日本が現在運用中の F2 戦闘機を代替する機体である次期戦闘機について同機に搭載するその機関部をイギリスと共同開発することを意味しており、今年2021年中頃より、その可能性が囁かれてきたものである。具体的には、イギリスでの第6世代戦闘機、テンペスト計画でも、機関部を担当する同国のロールス・ロイス社が、日本の IHI 社と共同で、両国で使用する新型戦闘機用の機関部の実証機を開発することが報じられている。イギリスのロールス・ロイス社は、報道に向けたコメントの中で、日本の IHI 社と新型戦闘機用の機関部の実証機を共同開発することを、双方にとって重要な一歩だと述べ、経済的にも両国の雇用に貢献するとの見方を示した。今後は、来年2022年の年頭から、日本とイギリスとで、双方の次世代戦闘機に向けた機関部の実証機製作に取り組み、まず、実寸大の実証機を開発していく方向性であることが、今回のロールス・ロイス社からの発表内容から見て取れる。イギリス側では、こうした一連の日本との機関部の共同開発に対して、第1段階で約45億円、続く第2段階で約304億円の費用を投じて、この計画を推進するとしており、世界でも優位性のある機関部開発を目標に掲げている。一方の日本側でも、現岸防衛省が2022年度の予算案の中に約858億円の次世代戦闘機開発費を盛り込んでいることを発表しており、金額の額面だけを見れば、イギリス以上にこの計画に初動の費用を投入していることが伺える。現行の F2 戦闘機をめぐっては、2035年前後での退役開始が見込まれていることから、日本の次世代戦闘機は、その時点での実戦配備を行う予定で、開発が進められており、昨年2021年末に、三菱重工業者を主幹企業とする開発体制が打ち出されていた。F2 戦闘機は、2000年から実戦配備が行われた機体だが、当時の日本には、戦闘機用の機関部の開発能力がなく、すべてを自国開発することが不可能だったことから、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとした経緯がある。しかし、最重要な機関部の国産化が果たせなかったことは、以後の F2 戦闘機の仕様変更等に自由度を確保することができず、代替する次世代戦闘機に関しては、こうした事態の回避のため、機関部の国産化が悲願となっていたとも言える。そうした状況下で、日本の IHI 社は、2010年から次世代戦闘機に向けた新型機関部の開発に着手し、XF9 として試作機1機を完成させて、2018年6月に防衛装備庁にこれを納入しており、その後、各種の性能テストが行われた。これらのテストで IHI 社が開発した XF9 は、
いわゆるアフターバーナー仕様で、推力15トン、未使用時でも、同11トンとアメリカ空軍の第5世代戦闘機、F-2 にラプターに搭載されたプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンにも匹敵する数値を記録している。また、XF-9 の空気吸入口のタービン周辺の温度は、約1800度にも達する高温に耐えられることが実測されており、この数値も世界的な水準からも、極めて高いレベルにあることが証明されたといえ、悲願の機関部国産化の目途が立ったとめされていた。このため、F-2 戦闘機の代替となる次世代戦闘機用の機関部には、この IHI 社製の XF-9 エンジンがベースとなるものと考えられてきたが、自国でテンペスト計画を進めるロールス・ロイス社の技術力は、さらに先を行くものだと言えるのだろう。もともと、イギリスのロールス・ロイス社は、アメリカのプラット&ホイットニー社、GE 社と伍する西側諸国を代表する三大戦闘機エンジンのサプライヤーの一つだが、特に、エンジン周りの電力関係の分野について進んだ技術を持つと見られている。戦闘機の分野でも、第6世代機は、各種の、レーダーやセンサー、アビオニクス等で、大量の電力を必要とする上に、搭載、稼働するこれらの増加によって、放熱をいかにして行うのかが、課題とされており、その部分で先行している模様だ。ロールス・ロイス社が、テンペスト計画用に、開発を進めている新型機関部は、2000度の高温に耐える能力と、第4世代戦闘機のユーロファイタータイフーンの10倍以上の電力を供給することが可能だとも言われている。それに加えて、各種の、レーダーやセンサー、アビオニクス等で、大電力を用いることで生じる熱に対し、仕組みは、不明なもののロールス・ロイス社の機関部は、それらを、再生エネルギーとして利用することで、放熱をも、同時に行うものらしい。今後はアビオニクス類に止まらず、兵装面でも、大電力を必要とする装備の実装が考えられることもあり、日本の IHI 社製の XF-9 エンジンではカバーしきれていないであろう、その分野での技術、ノウハウの共有に、期待が高まっている。現在、日本の航空自衛隊が運用している、F-2 戦闘機の数は90機強であり、これを代替する次世代戦闘機も、ほぼ同程度の機体数が調達されることとなると思われるが、この数は、開発に要するコストを考慮すれば、重くのしかかる。イギリスと次世代戦闘機の機関部の共同開発を進めることは、この開発費の負担を、1機あたりで小さくできることにつながるほか、将来的な他国への提供と、それによる輸出もしくは技術供与で、経済的な利得の可能性もあるかもしれない。ただし、あくまで、これは、可能性の次元の話であって、これから本格的に推進される次世代戦闘機計画について、一部の与党議員らの団体のように、他国への武器輸出を前提に考えよというには、クリアすべきハードルはまだ多いと、認識しておくべきだろう。ヨーロッパでは、イギリスが主導するテンペスト計画と、フランスやドイツが主導する FCAS 計画の2つの第6世代戦闘機計画が推進されているが、一部で、両計画の統合を唱える声が上がるなど、まだまだ先行きは不透明なようだ。今回、日本の次世代戦闘機開発とイギリスのテンペスト計画の接点が増加したことで、ひょっとすると、それらすべてが連動していく可能性もあるのかもしれないが、かつてのユーロファイターの例を見るに、その鉄を踏まないように祈りたい。日本の次世代戦闘機も、イギリスのテンペスト計画も、ほぼ同時期の2030年代中盤での実戦配備を目指しているが、後者は、FCAS 計画と、
ほぼ同様の最大で約400機前後と見られる生産数が見込まれており、すでに日本よりパイが大きい。もし仮にテンペスト計画と FCAS 計画が統合されれば、この見込み数は約800機となり、日本の90機を加えた場合には900機にも及ぶ可能性もあるが、このところのフランスの動きを見ればすんなりと統合は難しいように映る。2021年のフランスは、自国製の第4世代戦闘機であるダッソーラファールについて、大国の隙間を巧みに突くセールスに成功しており、ギリシャ、クロアチア、エジプト、UAE 等に延べ130機弱をも販売しているからだ。フランスのこれらのダッソーラファール130機弱の販売価格の総額は、2兆6000億円にも達すると見られており、今後の武器輸出を考えた場合に、こうした利得を放棄してまで、計画の統合に踏み出す決断をするのかは、未知数だろう。